ていただきました。 N 番色って言って選んでくれて。やはり私はいただき物で生きております。ありがとうございます。忘れちゃいけないラップとアイラップ。駐車場に車が増えてきたのでドアを少しだけ開けておきます。たみやきちゃん冷やしておこうっと。ご飯を温めます。
すごい沸騰してきた。あ、危ない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 。これでご飯が温まれば、ちょこっと家電の可能性がまた広がります。でもこれね、ご飯のサイズ、パックのサイズがいい感じなんですよね。ちっちゃいから。でも 200g あるんですよ。そろそろカレーのセッティングもしよう。下の方柔らかいからちょっと上下入れ替えよう。よし、 OK。 ぼーっとしてたら大変なことになってました。いくら防水だからってこのビッタンコはないよね。あ、もう台もビッタンコ、めっちゃ吹きこぼれてました。しかもこれカレーここに置いといたら中にお湯がいっぱい入っちゃった。ご飯は熱々で柔らかくなってる。大成功。じゅわじゅわ。いやー、こんな方まで来ていたか。いい匂い。車の中がカレー臭。私はカレー臭。できました。ではいただきます。危ない。温度変わらず熱い。辛いから熱い。ごちそうさまでした。カレーが辛かったので、もう今から続けて、食べるのかわいそう。カレーを食べてちょっと体もポッポポッポ熱いので、新しいアイテムを紹介します。じゃじゃーん。旅行カバンではありません。よいしょ。よいしょ。また行っちゃった。よいしょって。すいません。コードレス多機能扇風機。ハゴオギの扇風機です。色は N 番色。付属品は三脚と真ん中の棒とリモコン、充電コード、USB。取説、あと保証書も入ってます。特典付きって書いてある。なんだろう。ちょっとちゃんと、ここ QR コードあるからね、見てみようかな。それでは組み立てていきます。三脚シャキーン。これね、土にもさせるんですよ。本体にねじって締めて、このままボーンって土に、キャンプ場とか土にさせるんです。すごいね。で、ここに刺して、で、よいしょ、ちょっと適当なとこでキュッキュッと止めます。かっこいいね。主電源がここ、カバーを外すと真ん中にあるので、ポチッ。本体でもスイッチできるけど、せっかくなのでリモコンで回りました。涼しい。なんか急に弱くなってまた強くなったから、あれ不良品なのと思ったら違うんですよ。こういうモードがあるんです。強弱を繰り返すモード。そして私が欲しかった、うちの1号と2号にはない機能がついています。いきますよ。ピッ。首振り。
ちゃ風強い。扇風機の風に当たりっぱなしで寝ると死んじゃうっていう風に聞いたことがあって、それから怖くってタイマーしたりとかかけっぱなしとかはしないようにしてるんですけど、これ首振りもついているしタイマーもついているんです。止めるときは長押し3秒です。はい、止まりました。はい、Sフックにかけて使うこともできます。なんか知らんけど扇風機使い始めたら温度が1度下がってました。あ、涼しい。もう一つ大事な機能を忘れていました。ライトがつきます。オレンジ色、黄色、何段階に3段階。いいね、白じゃなくてこのね、あったかい色のライトいいな。見えるかな、ここ青いとかね、緑のライトが点灯しているときは虫除け機能が働いているみたいです。ですけどここは開けっぱにしておいて超音波で虫が入ってこないか試してみます。